さすが為杉先生。au PAY でキャンペーンの効果ですね。au PAY でしゃキャンペーン、またポンタポイントが極めて効率的にたまる。 au PAY で au PAY で例のタヌキの体温返しやau PAY でポンタポイントがたまる第4返し実施中。何の話をするんだ。なんか呼ばれたところ為杉先生と今回手を組んでみてすごく嬉しかったです。高杉個人としては為杉先生とダブルスを組める、それはすごく最高に幸せなことだったと思います。で、西野さんと実際組んでみてすごく頑張り屋さんというかすごく研究熱心な方だなっていうのをすごく思いました。で、ラケットの角度とか、どういうふうにスマッシュを打ったらどういうふうに球が着地をするんだろうなっていうのとかをすごく考えてらっしゃったので、すごく向上心のある方だなっていうのを思いました。そうですね、為杉先生すごくうまいという設定で、実は詳しく見ていただくと点数が8対0なんです。僕らの方が勝っているんです。で、その8点というのは描かれてはいませんが、おそらく為杉先生が全て取った点数だと思っております。そんな神機関衆だなんて。神機関衆はですね、実は僕もともと卓球部でして、中学の時に卓球部だったんです。なので、ある程度詳しく習ったわけじゃないんですけど、ある程度はなんとなくついていけるようにはなっておりました。なので先生もいらっしゃったんですよ、卓球のコーチの先生。その方にも教えていただきながら西野さんにできる限りなんかこう手助けができたらいいなと思いつつ、ある監修が入りました。卓球以外にテニスとかやってましたね。練習してました。バスケも練習してましたね。得意ではないですけどめちゃくちゃ練習しました。理由は、テニスはですね中学の時に僕が卓球部だったんですけども、先輩の部員さんにですね卓球から始まった人はテニスができないと、でテニスを先にやった人は卓球がうまいんだよって言われたんですよ。そんなわけないじゃないですか。実際絶対にその先輩曰く手の返しの癖がついてるとかついてないとかっていう理由で、僕はそれを覆そうと、そんなわけがないと。そこからテニスの練習を励みテニスができるようになりました。ある程度ですけど、全然まだ弱々としか打ち返せないですけど、でもすごくそのおかげでテニスをするきっかけになったのですごく楽しかったですね。良かったなと、いい出会いだったなってその言葉がって思いました。バスケはですね、高校の時にモテたくて練習しました。モテてなかったです。ただ観客がいるんですよ。女子が見てるんですよ、窓から。僕らの同じクラスもうすごいモテる人たちがいっぱいいるんですよ。せめてもの抗いということで、僕は夜中に公園で粛々とスリーポイントの練習をし、昼休みに向けて頑張りました。ちょっとおおみたいな感性はありましたけど、特に何も成果は得られることはなかったです。スポーツ大会で印象に残っていることは、そうですね、高校1年の時に体育祭ですかね。で、徒競走をやったんですよ、100m の。で1年2年3年合同でやったんですよ。で隣を見たら、まあ、2年生と、でその次3年生がいて、2年生がねサッカー部の子だったんですよ。でスパイク履いてて、めっちゃ速そうじゃん、スパイクってサッカー部じゃん、サッカー部ですって、じゃあ絶対速いじゃんって。でその隣を見たら3年生の先輩がアメフト部、もうすごいでかいんですよ、身長も。やばい、これもう負けると思って走って1位取りました。頑張りました、なんかつってやりながら1着でゴールしました。すごくそれが印象に残ってます。20分だけモテました。チーム戦と個人戦、個人戦な気がします。僕実際卓球はダブルス苦手で、テニスもダブルスがちょっと苦手なんです。でやっぱりダブルスってすごい緊張感あるじゃないですか。自分のミスがやっぱり、ね、迷惑をかけてしまう時もあるし、相手の点数になって、いやちょっと本当しくったなとかってなる時あるじゃないですか。それが嫌で、だったらもうシングルスで個人でぶつかっていって、思い切り負けるなら負けて、自分のどこが悪かったかっていうことを明確にさせたいので、僕は個人戦の方が好きですけどね。ただ今日人生で初めてダブルスやったんですよ、休憩時間に。めちゃくちゃ楽しかったですね。チームっていいなとはすごくやっぱ思いましたね、今日。やってみたら分かることがたくさんあったので、今後はちょっとダブルスでも頑張っていこうかと思います。やっぱり連携って大事だなと思いましたね。で自分のやっぱりその順番が前に打ってる人がどっちに行きたいか、どっちに打つんだろうっていうのを、この相手の陣地と比較して、多分左の方を打つんだろうな、だとしたら相手側はさらにこう同じ角度よりちょっとこう外の角度つけて返してくるんだろうな、じゃあ俺こっちにいようかなとかっていう、なんかこうなんて言うんでしょうね、自分のチームの人のことも入れてこう分かろうとするというか、性格とか、プレイスタイルとか、そういうのを含めて把握しとかないと、やっぱダブルスって良くないと思うので、なんかそこがすごく楽しかったです。どんどん自分のチームの人のことが分かってくる、それがすごく楽しかったです。そうですね、逆に恩返し、いやしたのはあんまりないですけど、でもしてもらってるばっかりです。やはりみんな優しいんですよ、周りの方たちもそうだし、なんかね、お湯に入れて肩こり直してねみたいな、入浴剤もらったりだとか、なんかいろいろいただいたりするんですよ。舞台やってる時はまあ飴届けたからって、実際会うことはできなかったんですけど、まあ人づてというか、まあ、預けたから飴とか、なんか本当に皆さんに支えられてばっかりで、本当に恩返ししないといけない、やっぱ恩返ししたい2022年にしたいなと、2022年って書いて恩返しって読まないといけないなっていう気持ちでいっぱいです。今回はですね、たまたま僕が卓球部だった卓球をテーマにした CM になっております。高杉と為杉先生の、初ダブルス、あまり今までなかったんですよ、為杉先生と会話をしたり何かをやったりすること。でも今回がっつり2人の性格、個性すっごく出てると思います。今まで見たことがない為杉先生見れます。なのでぜひ皆さんお楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。そしてよろしくお願いします。